はい、どうもひろでございます。インスタとツイッター X ですね、フォローしてない人ぜひよろしくお願いします。ということで今日の動画は木曜日10月26日更新されたこちら J リーグマンスリー MVP ということで、めちゃめちゃ強くなってるね最近ね。まあこの間の先月のマルコスジュニオールから始まってね、このショータイムがかなり強化されてきております。今野、田口、水戸、鈴木ということで4人獲得しましたので、レベマの方と使用感の方を簡単に見ていただく動画にできればと思います。まあ実際にね、比較とかね、いろいろ情報系の YouTuber いっぱいいますけども、イフトのね、そういう人も 見つつこうやってね実際に使ってる選手、使って動いているところもね見ていただければなんか嬉しいかなと思います。それでは、まず能力タレデザ育成のところ見ていきましょう。はい、まあ最初にねタレデザと簡単な選手紹介して、その後まあガチスカでよく使ってるような選手との比較を各選手していければなと思いますので、よろしくお願いします。まず水戸なんですけど、シュート1、パス8、ドリブル9、クイックネス8、脚力13という感じで上げてます。はい、まあこれが割といい育成になってるのかなと思うんですけども、まあちょっとまだね確定ではないかな。まあやっぱボールキープが低いので、まあ、ここをねちょっと物足りなさ感じるかなと今思ってます。はい、でスキルはダブルタッチ、ワンパス、ルパス、パサブっていう感じで、まあ、まあまあまあドリブルしたい人はいいかなっていう感じですね。はい、それ以外のスキルがちょっと物足りないという感じですね。はい、続きまして鈴木、これは純也かな、はい、町田ゼブリア総合値89育成になってます。まあ、ちょっと偏った育成にはなってるんですけども、シュート1、パス2、クイックネス8、脚力11、エアバト4、ディフェンス14ということで、まあ、正直ここのエアバトはね入れなくてもいいかなと思うので、まあ、このエアバトで浮いたところをディフェンスに入れて守備式80に乗っけるのもありだし、まあ、あとはパスとかね、まあその辺を他をねクイックネスもうちょい上げてみるとかね、まあそういうのもありかなと思います。はい、まあこの人強みはキック力ですね。100、この育成でこの97までやると101まで乗っかります。はい、ブースターフリーキックなのでキック力のパラメータここから2上がりますね。で99になってスカット入れるとプラス2されて101まで上がります。はい、ただどうなんでしょうね、スキルがちょっとなーって感じかな。サイドバックで使うにはって感じ。ただまあ攻撃的なね、しっかりクロス上げさせたいよって人にはキック力、そしてカーブもねこの育成だと90乗っけてますし、はい、でフライパスも80あるので、まあすごいね、まあ、とにかく何試合か使ってるんですけど、キック力とカーブがとにかくすごいなというふうに クロスの時にね特に感じてます。はい、続きまして田口、今週ね残念ながらライブアップで D になってますけども、まあ、ベルディがね、先週勝たせていただきましたので千葉に、まあ、その影響でね D だと思うんですけど、まずスキルが超優秀、ダブルタッチ、ワンパス、ルーパー、バックスピンのピンポイントクロス、キック系めっちゃあるパスと、はい、でマンマーク、インターセプト、守備系しっかりできる、スライディングタックル、闘争心という感じですね。はい、でブースター、デュエル、ディフェンスエース、ボールダッシュ、スピード、スタミナが上がります。はい、こんな感じ。じゃあタレデザの方ですね、シュート3、ドリブル12、クイックネス10、脚力13、エアバト0、ディフェンス1という感じで、まあディフェンスはあんま振らなかったです。はい、まあディフェンスさせるための選手にするにはちょっとディフェンス数値がそもそもが高くないかなと思い、あとはスピシュンがねちょっと低い選手なので、ちょっと戦えるようにするにはちょっとでも上げなきゃと思って、かなりここで10と13ポイント使っちゃってるので、これがかなり影響してますね。まあこれをもうちょいうまく、中盤そんなスピードいらねえよとか、まあスピード下げちゃうとねスタミナも下がっちゃうんだよね、これ難しいところなんですけど、瞬発いらねえよって人はね、それをディフェンスに振ってみるとかね、まあそういうのもありかなと思います。まああと田口は逆足精度頻度両方とも最高になってますので、その辺で使用感がかなりいいかなというふうに思っております。さあラスト今野、まあ一番今回のねガチャで話題になってるのはこの選手かなと思います。逆足頻度がやや低い、逆足精度が最高という感じですね。でスキルがダブルタッチ、足裏で僕ルーレットつけてますね今ね。まあ次エラシコつけて特殊ダブルタッチにしたいなと思ってます。でミノルシュート、ワンタッチシュート、ワンタッチパス、ルーパス、めちゃめちゃスキルいいな。で闘争心までしっかり ついてるっていうね、相当いいです。はい、でタレデザの方ね、シュート2、パス5、ドリブル12、クイックネス8、脚力12、はい、こんな上げ方をしております。はい、ということでまずね鈴木、まあこれかなりさっきもね伝えた通りクロスが強いので、
まあ、このショータイムのアーノルドと比較していきたいなと思うんですけど、まず足元のところはアーノルドはね、もうガンガン攻めてますね。めちゃめちゃ攻めてる。フライパスも攻めてる。もう95ですからね。もう足元にも及ばない。ただ決定力がね、88あるんですよ、鈴木さん。まあ、なんでフリーキッカーとしては超優秀。フリーキッカーとして今回はね、強化されてきたのかと。来たということになってますね。はい。で、カーブ94。で、キック力が101ということで、まあ、この辺アーノルドに勝ってますね。はい。で、守備能力もね、相当勝ってます。ただ、スタミナがね、13違いなので、まあ、普通に掴んだったらアーノルドでいいかなっては思うんですけど、はい。この辺は好みかなって感じかね。で、身長は一緒ぐらいですね。で、逆足がアーノルドの方がいいです。はい、こんな感じ。スキルも全然違います。ただ、とはいえね、アーノルドのもうスキルはね、攻撃的スキルばっかなので、守備的スキル全然ないので、まあ、この辺、ぶっちゃけスキルね、まあ、右の方が多いですけど、まあ、ぶっちゃけトントンぐらいかなと思ってますね。必要なスキル。やっぱ僕はサイドバックね、未だにね、守備からしっかりしてほしいと思っちゃうので、まあ、攻撃的スキルよりは、もうちょい守備スキルと能力欲しいなっていう風に思っちゃいますね。まあ、なので僕はどっち使うかって言われたら左の鈴木使うんですけど、まあ、用途に応じてですよね。まあ、守備させたいならただそもそも鈴木、この2つじゃない、2択じゃない、例えばパワールとかディロレンゾとかね、使った方が絶対いいと思うので、まあ、その辺がちょっと難しいですね、判断が。はい。で、続きまして田口。まあ、田口、さっきね、めっちゃいいっていう感じで言ったもののですね、まあ、やっぱ、ここ、プレイメーカーね、能力高い選手いっぱいいるんですよ。もうスパッと多分思いつくのはピルロ、それから POTW で来てたブルノフェルナンデス、今ちょうどね、先見つかったんで見ていきますけど、もうこれ解説する必要もない、細かくっていうぐらい、もう右のブルノフェルナンデスが強いですね。まあ、右のブルノフェルナンデスは逆足高いでスキル追加できないっていうところもあるんですけど、まあ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 備わってますしね。まあ、あとはモドリッチとかね、まあ、キミヒとかいろいろいますけども、まあ、正直ね、まあ、その辺持ってる人は別にわざわざ田口取らなくていいかなとかね、僕的には思ってます。まあ、このイタリアピルロとの比較とかになっちゃうんですけどもね。まあまあまあ、水色が多いことピルロさん。はい。これはピルロでいいよね。田口使うならピルロでいいかなっていうふうに個人的には思ってます。はい。で、まあ持ってない人はね、いいし、田口がね、ライブアップで A とかの時は使うとかね、まあそういうのはありかなと思いますけども、まあ僕はちょっと田口はガチスカイしづらいのかなというふうに今思っております、現状。はい。そして今野、161センチ。マラドーナより3センチちっちゃいですね。で、体重がですね、11キロ違うんですよね、マラドーナと比べて。はい。で、数値の方なんですけど、オフェンスセンスかなり負けている。ボールコントロールから、ボールキープまでも負けてしまってますね。はい。で、パスはまあ、あんまり変わんないかな。まあ、若干フライパス、マラドーナですけど。で、決定力。で、スピシュン。こんな感じですね。まあ、スピシュンかなり勝ってますね。で、決定力は同じなんですね。84、84。はい。で、ボディコンは2位勝ってるって感じですね。はい。なんといっても逆足、頻度、精度がちょっと変わってて、頻度は減ってるけど、精度は最高に上がっております。そして、ブースターはボールキャリー、ジーコと一緒ですね。で、ダブルタッチ、ルーレット、足裏、って感じで、まあ、エラシコつければね、こちらもダブルタッチになります。特殊ダブルタッチになりますし、ワンシュー、ワンパス、ルパ、まあ、この辺でしっかり闘争心まで持ってるということで。これはね、2列目から飛び出しっていうプレイスタイルも加味してですね、マラドーナよりね、今野の方が強いと思う人はね、少なからずいると思います。はい。僕個人的にはまだね、今野使い慣れてないので、マラドーナの方がいいなとか思う場面多いんですけど、まあ、人によってはね、すぐ今野の方がね、いいですし、今 ST で僕ここ置いてますけど、OMF とかね、で使って2列目から飛び出し発動させるっていうのもやっぱり面白いなと思います。はい。続きまして最後ミトさんですね。ミトさんスピシュン92。はい。でボールキープこんな感じですね。ミトさんもちょっとボールキープ低いんですよね。まあ、中盤っぽい能力というか分かんないですけども、まあ、ただミトさんはスパサブついてます。はい。でダブチワンパスルパって感じで、まあ、最低限って感じですね。抑えてるよって感じですね。あとはワンシューつけたいとかね、アウトスピン足裏、あとはピンポイントクロスとかあるとね、左ウィングで使う分には欲しいかなと思います。でそんなミトさんと比較対象がこちらのショータイムミトマ、で見ていこうかなと思います。はい。こんな感じ
で割と似たような数値にはなってんのかな。まあ5決定力高いとかね、まあ、ドリブル数値ちょっとどこかどこだな、どっちが強いなとかいろいろねありますけども、パスも勝ってるし、スピシュンもね、まあ、瞬発がね96で4を置いてかれてますけども、まあ、ほぼ変わらないと。で、キック力も変わらない、ボディコンも変わらない、スタミナもあんま変わらないということで、はい、これどうなのってことですね。で、頻度がね高いなんですよ、ミトさん。で、ミトマは普通高い、ミトさんは高い高い。で、スキルこんな感じですね。まあ、もともとあるスキルがね、やっぱ三笘の方が全然優秀ですけども、まあ、スキル追加すれば全然変わってくるって感じですね。はい。まあ、僕の三笘はスパサブつけましたので、まあ、なのでこの三笘と比較と、まあ、数値的にね、ドリブラーってところも似てますし、まあ、この辺ね、比較する人多いんじゃないかなと思います。じゃあ、ざっくりですけどね、使用感の方見ていただきましょう。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。こちらが、誰のシーンやっけな、ミトさんじゃなくて今野さんね。で、これスパキャン入れて細かいタッチで決めきるよって感じですね。まあこれ、まあ決めきってはないのかな、まあ決めきってはいるか、ただ一発目で気持ちよく決めてほしいですね。これちょっとスパキャンフェイント入れながら細かいタッチで相手2枚置いていけるのはいいけど、最後のシュートのところ、まあこれちょっと課題にもやっぱなってんのかなと思いますね。はい。ただこのシュート行く前の、まあ、2枚置き去りにするあそこのシュート入力入れてからのスパキャンして、あ、この後の動きがすごい細かくやりやすかったです。はい。続きまして、さあ今度は緑ユニフォームですね。前線からの守備、ムバッペが横に経由して、田口ワンパでロナウジーニョをワンパで落としてコンノーということですね。まあ、これは注目は田口のここのワンパスルパがすごい綺麗に通ったので、はい、良かったですね。で、しっかり今度も決めきれる。ただ今ね、左足最後今度使ったんですけど、これがやっぱね、精度じゃなくて頻度が低いなっちゃったので、まあこの辺が右足で打ってくれた方が入るっていう場面はありそう。はい。続きまして、マルディーニから持っていくね。で、今野さん関わってるな。で、田口、これなんと左足のインパクトミドル。これやばくない？これ正直入ると思わなかったです。相手キーパー弾けばいいなぐらいに思ってて打ったんですけど、なんかすっごい気持ちよく入りました。はい。これ気持ちいいですね。はい。で、続きまして、こちら、ミトさんがね、途中から入ってきて、今、こねてます。ここで。で、奪われてもミトが取り返す。で、こぼれてきても、ワン、ツー。で、最後、ミトでワン、ダブルタッチ入れてシュート。まあ、ミトの今のこのシーンは、一番最初のここがね、こねやすいよっていうところと、まあ、あとはこの辺でしっかり闘争心見せてボールに行って、こぼれ球またビエラに上がってきて、しっかり次動き直すっていうね、素晴らしい選手ですね、ミトさんね。はい、ラスト行きましょう。ラストまだサイドバックやってませんね。サイドバックの鈴木さんお元気ですかっつって、さあ上がってきてる、めっちゃいいタイミングで上がってきて、田口からさあ、いや何回見ても美しいねこのクロスは。もう一回見ましょう、一連の流れ。ここで田口がいいポジに戻ってきたから経由してスルーパーで鈴木さん。うん。素晴らしい動き出しです。あ、もう一個ありました。で、田口がこれ裏抜け出して。うん。これあのバグじゃないです。皆さんの YouTube がおかしいんじゃないです。このクリップがおかしいです。まあ、これはね、あの、田口がすげえっていうことではないんですけども。まあ、でももしかしたら田口がそういうこういう裏技を持ってるのが相手の回線を操作するというかね。まあ、こっちの回線が操作されてるのか。わからないですけども、こういうのもあるよというのを見せました。以上です。まあ少しでもね、この4人、まあ無課金の人引かないと思うけど、中課金ぐらいの人からはね、ちょっと迷ってくるラインかなと思いますので、少しでも参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。